皆さん、こんばんは、マーティーン。では、飲み屋クーボー、いきなです。アジアの料理、トルコ編いきます。トルコは、伸びるパフォーマンス、伸びるアイスがおすすめです。はい、トルココーヒーで占いできお、お願いします。ひっくり返して。何でもつけてしまう、漬物王国。飲酒の規制、意外と、ユーリリンですね。はい。99%がイスラム教徒だそうです。はい。料理としては、メルジメッキチョルバスという、ポピュアなスープでございます。 ドルマ、これ、パブリカ、トマト、ナツなどの野菜に、スパイスが効いた肉、米の食材の総称です。はい。ビテ、ビテ、トルコ風のピザですね。はい、ケバブシシケバブケバブが美味しいですよ。シトラッチ、これ、スイーツのプリンですね。はい、ライスプリン。ドンドンルマ、これ、伸びるアイスですね。はい。はいな、これ、泡のヨーグルトですね。ラクこれ、アルコールですね。お酒。トルコも美味しいですよ。ケバブといえば、 イスケンデルケバブやアダナケバブ、ウズガラキョフテですね。はい。メデルイは、パドゥルジャンサラタス。はい。アジュルエズメ、これ、辛味があってすごいです。フムス、これ、生めの味が最高。オーブルイは、ダスケバブ、ムサカ、ギュエッチ、シュエッチじゃなくギュエッチです。はい。子供の物料理は、ラフマジュン、これ。まあ、そうです。マンドゥル、これ、トルコの餃子。ボヤッチ、これね、スイーツではないが、パイみたいな感じ。 というわけで以上です。バイバイ。